京都に素晴らしい J クラブがあること、そしてこんな素晴らしい
タジアムがあるということ、そして私たち2人がこうやって皆さんの前で一旦引退セレモニーを行えていること、全てが当たり前のように思えて当たり前ではありません。当たり前ではない目の前の一日一日を大切に、誠実に向き合っていくこと、そうすればおのずと次の自分のやるべきことが見えてくるのではないかと今感じています。この引退を経て人生において大事なことを最後に学んだ気がします。そしてこの場を借りてお礼を言わせてください。私を育ててくれた両親、おそらく一般の家庭より苦労が多い環境の中で私を育ててくれて、サッカー選手になりたいという夢を応援してくれ、多くのものを犠牲にし私に尽くしてくれました。今自分が親になり改めて両親の偉大さを感じています。兄をはじめ家族のサポートがなければ僕はこうやって皆さんの前で引退セレモニーを行えることはできなかったと思います。本当にありがとう。そして妻、どんな時も私の味方でいてくれてサッカーに専念させてくれました。悔しい思いをしても次の日には前向きに切り替えられたのも妻の懸命なマネージメントのおかげです。輝かしいキャリア築いていない私が14年間もプロとしてプレーできたのは間違いなく妻のおかげです。本当にありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。そして息子、私にいつも活力を与えてくれてその笑顔に勇気づけられました。時には息子から多くのことを学び、息子と共に自分も成長したいと思わせてくれる自慢の息子です。本当にありがとう。そして今日も来てくれた君のお母さん、お父さん、弟、いつも僕を温かく迎えてくださり本当にありがとうございます。サッカー選手ではなくなりますが次のステージでも自分らしく頑張ります。これからもよろしくお願いします。在籍したセレッソ大阪、松本山田、山田 FC、 愛媛 FC の皆さん本当にありがとうございました。また今日来てくれている山笠サポーターの皆さん、私にとって山笠に在籍した2年半は本当にスペシャルなものでした。松本では山笠のステッカーを貼って走っている馬を多く見かけますよね。それだけ地域の皆さんの中で価値ある存在の証拠なんだと思っています。サンガも負けないくらい地域に密着し価値あるクラブにできるよう、自分なりに頑張っていきたいと思います。キューカフェにもまだ行けてないのでまた遊びに行きます。そして何より京都サンガ FC とサンガサポーターの皆さん、私はこのクラブに育ってもらいました。私のここのクラブは心のクラブは京都サンガ FC です。そして2013年に一度サンガを去りました。その時には、多くの方に嫌な思いをさせてしまいましたね。そんな中2019年に再び京都サンガ FC に声をかけていただきました。35歳になる私を必要としてくれたクラブ、そして一度は家出をした私を本当に愛を持って迎えてくださったサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。
ただ私の力不足でもう一度10番の景色を見せてあげられなかったこと、それだけが無念です。しかし今日プレーしてくれた選手たちがきっとこの先素晴らしい景色を見せてくれるはずです。立場が変わりますが、これからサンガを取り巻く状況がもっと良くなるように、もっと価値のあるサンガになるように頑張っていきたいと思います。今日引退セレモニーも、本当にできた、今日の引退セレモニーで本当に引退できた気がします。この機会を作っていただき本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。また大きな声を出すこともお控えいただきますよう重ねてお願いします。